こんにちは、心理カウンセラーの高森です。対人恐怖っていうのは基本的に人が怖いので避けたいっていう症状のことなんですけれども、その典型的な例の一つとして相手を退屈させてしまったらどうしようっていうものがあります。これは背後には相手を楽しませなければならないっていうのがあるんですね。要はそのままの自分だと相手は退屈する、しらけるっていうになってしまうというふうに感じているわけですから、その背景にはセルフイメージの低さっていうのがあると思います。要は自分はそのままだとつまらない人間、取るに足らない人間だっていうことがあるわけですね。そして普通にしていると相手はそれを見抜いて退屈する、しらける、そうなってしまうことを何としても避けたいっていう、そういった恐怖になってきますね。ただこれはそのように思ってしまいますとかえって気負ってしまうので話がぎこちなくなって、そうするとますます焦ってしまうということで悪循環に入りやすいんですよね。もっとこうリラックスして素でいた方がよほど会話も弾みますし、相手も楽っていうのがありますから、そういったところ少しずつセルフイメージを高めながら見直していくということが大切になっていきます。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。